高橋新チャンネル。さて、不貞行為動画の第4弾としてこんな応用問題を扱おうと思っていました。またこの人間関係で説明しますと、 X さんが Y さんに損害賠償請求の裁判を起こした時に、 Y さんが確かに A さんとセックスはしましたが、あれは A さんから無理やりされたものですという反論をしてくることがたまにあります。この場合の扱いはどうなるのかという話をしたかったのですが、その前に強制性交、昔は強姦という名前だった犯罪について整理しないと話を前に進められないということが分かったので、まず今回はその話をしたいと思います。つまり今回の動画で解説するテーマは強制性交等罪とその周辺の犯罪ということです。さて、早速条文から見てみましょう。刑法177条強制性交等です。13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交または口腔性交以下性交等というをした者は強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し性交等をした者も同様とする。さて、冒頭言ったようにこの犯罪、昔は強姦罪という名前でした。ただ2017年の改正で名前が強制性交等罪に変わり、内容も変わりました。昔の強姦罪の条文と見比べると今の条文の内容も理解しやすいので、強姦罪の条文をここで見てみましょう。また読みますね。暴行または脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も同様とする。はい、この2つの条文を並べてどこが変わったのかを見てみましょう。違いは3つあります。まあこれは見比べればわかるんですが、まず法定刑が重くなりました。3年以上の有期懲役が5年以上の有期懲役になりました。次に、旧強姦罪では女子を姦淫した者はと書かれていたので、被害者が女性に限定されていたわけです。ただ現行の強制性交等罪はそういう限定がないので、被害者が男性の場合も想定されています。はい、そして違いの3つ目、今の性別の話とも関連するんですが、旧強姦罪では女子を姦淫した者はと書かれていたので、犯罪とされていたのは姦淫でした。この姦淫というのは現在の強制性交等罪の条文で使われている性交という言葉と同じ意味だと思ってもらって結構です。姦淫という言葉も性交という言葉も男性器の少なくとも一部を女性器に挿入することを意味すると考えられています。なので姦淫すなわち性交を犯罪成立の要件としていた旧強姦罪では、必然的に被害者も女性に限定されていたわけですが、現在の強制性交等罪では先ほども見たように、性交の他に肛門性交と口腔性交も加わっています。肛門性交は男性器の少なくとも一部の肛門への挿入、口腔性交は男性器の少なくとも一部の口の中への挿入を意味します。この肛門性交と口腔性交に関しては当然男女間でもできることではありますが、男性と男性の間でもできることでもあります。ですから現在の強制性交等罪は加害者も被害者も男性という場合も想定していることになります。ここで一度加害者と被害者の性別の関係を整理しておきましょう。旧強姦罪ではまず行為が姦淫、性交に限定されていましたし、被害者も女性に限定されていましたので、加害者が男性で被害者が女性という場合にしか犯罪は成立しえませんでした。成立する可能性がありませんでした。ただ現在の強制性交等罪は先ほど見たように、被害者が男性の場合にも犯罪の成立範囲が拡張されたので、旧強姦罪の時と同じように加害者男性で被害者女性という場合が想定されているのはもちろんなんですが、
この逆、加害者が女性で被害者が男性という場合も当然想定されています。そして犯罪の行為の中身についても、姦淫、すなわち性交だけではなくて、肛門性交と口腔性交に拡張されているので、加害者も被害者も男性という場合も想定されているわけです。ただ皆さん勘違いしないでほしいですが、肛門性交、口腔性交が3番限定ということではないですからね。1番、2番でも肛門性交、口腔性交をすればそれは強制性交等罪になります。1番、2番は性交、肛門性交、口腔性交の3つが全部あり得るということです。3番は性交はありえないというだけです。3番だと肛門性交か口腔性交のどっちかになるというだけの話です。他方で加害者も被害者も女性という場合に関しては現在の強制性交等罪でも想定されていません。さっき説明したように強制性交等罪の成立要件である性交も肛門性交も口腔性交も男性器のどこかへの挿入を意味する言葉なので、男性器が出てこないとこの3つのうちどれもできないわけです。ただ細かいことを言うと、女性女性の組み合わせであってもこの加害者の女性が共犯として男性を使えば強制性交等罪をすることが可能です。この場合加害者の女性は強制性交等罪の共犯として処罰されるということになります。まあ実は共犯じゃなくて間接正犯という形とかもあるんですが、この辺の話はその共犯とか間接正犯とかを勉強しないと深く理解できないのでこれ以上立ち入りません。さて今の共犯とか間接正犯とかのことは忘れてですね、この加害者が直接被害者に手を下したという事例を想定してください。さて考えてみれば、性犯罪っていうのはこの性交と肛門性交と口腔性交の3つだけじゃないですよね。他にもいろいろな類型があります。触ったとか触らせたとかいろいろあります。行為の中身としてこの性交、肛門性交、口腔性交、まとめて性交等ですが、この3つ以外が行われた時に登場してくるのが強制わいせつという犯罪です。はい、やっぱりまず条文を見ましょう。強制性交等罪の1個前、刑法の176条です。13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対しわいせつな行為をした者も同様とする。さあ今見た通りで、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすると強制わいせつ罪になります。ただわいせつな行為とは言っても性交等、つまり性交か肛門性交か口腔性交の3つのうちのどれかをすると強制わいせつ罪ではなく強制性交等罪が成立するので、今の3つはわいせつな行為からは除かれます。これを表にするとこういうことになります。わいせつな行為の具体例としてはさっき言ったように触ったとか触らせたとかになります。だから強制わいせつ罪では加害者と被害者の性別の組み合わせはさっきの4通り全てがあり得ることになります。そして強制性交等罪まではいかないレベルのものも処罰するので、法定刑も強制性交等罪よりは軽めになっています。これはさっき条文見た通りです。ただじゃあわいせつなら何でも強制わいせつになるのかというと、そんなこともないんですね。どこから強制わいせつになるのかというのも、ここも実は微妙な問題があります。無理やりキスしたとか無理やり見せたとか無理やりわい談を聞かせたとか全部強制わいせつになるのかというと、そんなことはないんですが、ここは立ち入っているとやっぱり時間がないので話を省略します。まあ分かってほしいのは、まず強制性交等罪があって、その1段階下に強制わいせつ罪があるという法律の立て付けです。さてこれで分かると思うんですが、旧強姦罪の時代には肛門性交と口腔性交は強姦罪の中には入っていなかったので強制わいせつ罪にしかならなかったんです。
強制性交等罪の新設で、肛門性交と口腔性交の2つを強姦罪と同じ扱いに格上げしたっていう法改正になっているわけですね。さて、次の話に移ります。先ほど条文で見たように、強制性交等罪も強制わいせつ罪も暴行または脅迫を用いてというのが犯罪成立の要件の一つになっています。この暴行または脅迫については、被害者の犯行を著しく困難にする程度のものであることが必要だとされています。まあ典型例で言いますと、暴行だと被害者の顔を何回も殴ったとか、脅迫だとナイフ突きつけて殺すぞって言ったとか、そんなような感じのやつです。ただこの暴行または脅迫という要件は昔から批判の強いところでもあります。どういう批判かと言いますと、要求されている暴行や脅迫の程度が高すぎるという批判です。さっき言った典型例みたいな強い暴行や脅迫がなくても、被害者が望まない性行為を強いられている事例はあると、そういう場合で犯罪が成立しないのはおかしいという批判ですね。そしてまあ確かにそういう事例はあるんですよ。例えば被害者と加害者の間に上下関係があると、加害者が先生で被害者が生徒みたいな、加害者が上司で被害者が部下みたいな関係があると、さっき言った分かりやすい暴行や脅迫がなくても被害者が望まない性行為に従わざるを得なくなってしまうという状況が生じやすいというようなことは言われています。そういう上下関係があると、明確な暴行や脅迫がなくても、例えば加害者から今晩付き合えよとかって言われただけでも、今後のことを考えて嫌だけどそれに応じてしまうというようなことが生じるわけですね。この批判を受け入れるとなると、今の刑法を改正して暴行または脅迫という要件をもっと緩めて、性犯罪が成立する場面をもっと広げるということになるんですが、その改正を考える前に、刑法には暴行や脅迫がなくても犯罪が成立する場合というのがいくつか定められていますので、まずはそっちを見てみましょう。全部見てもまだ漏れる事例があるよという場合に改正を考えればいいので、全部をとりあえず理解しておくことは重要です。まず刑法177条と176条そのものに暴行脅迫がなくても犯罪が成立する場合が書かれています。もう一回条文を見ますが、さっきは意図的にスルーした後半の部分です。13歳未満の者に対し性交等をした者も同様とすると書かれています。これ最後の同様とするっていうのは、前半と一緒で5年以上の有期懲役を科しますよという意味です。これ前半と何が違うかと言いますと、条文見比べればすぐわかるんですが、後半には前半と違って暴行または脅迫を用いてという言葉が使われていません。つまり被害者が13歳未満だと、暴行や脅迫を一切していなくても、ただ単に性交等をするだけで犯罪になるということなんです。これポイントはですね、条文はただ単に性交等をしただけで犯罪になるよとしか書かれていないので、例えば被害者の13歳未満の子供の側が性交等に乗り気であっても、手を出してしまえば基本的に全部犯罪になってしまうっていうことなんです。強制わいせつの方の条文も見ておきますね。強制性交等と一緒で、13歳未満の者に対しては暴行または脅迫を用いてという言葉が書かれていないのがわかると思います。これなんでこういう法律になっているかと言いますと、まあ発想としてはですね、13歳未満の子供はそういう性的な行為の意味もわからないだろうし、わかることもできないだろうから、性行為を一律で犯罪扱いにして禁止しておいてやって、そういう間違いが起こらないように保護しておいてやろうということだと説明はされます。まあこの発想自体に異論はあり得るでしょうし、13歳という年齢の線引きに関しても異論はあり得るでしょうが、今の法律はそういう発想になっているということで、とりあえず理解しておいてください。
さて、暴行または脅迫が不要な場合、その2ですが、準強制性交等、そして準強制わいせつという犯罪があります。条文が刑法の178条、強制性交等の次です。まず1項が準強制わいせつの方ですが、読みますと、人の心身喪失もしくは公共不能に乗じ、または心身を喪失させもしくは公共不能にさせて、わいせつな行為をした者は第176条の例による。この例によるっていうのは法律で使われる特殊な意味の特殊な言葉遣いなんですが、まあ今は強制わいせつと法定刑が一緒ですよという意味で理解しておいてもらえればいいです。はい、そして同じ条文の2項が今度は強制性交等の場合です。同じなんですが、読みますと、人の心身喪失もしくは公共不能に乗じ、または心身を喪失させもしくは公共不能にさせて性交等をした者は前条の例による。前条っていうのは一つ前の177条なので、強制性交等と同じ法定刑ですよということですね。はい、でいろいろわからない言葉が出てきたと思いますので説明をしますが、まず心身喪失というのは、寝てるとか泥酔してるとか、あるいは精神的知的な障害で健常者のような判断力がないというような場合を指します。なのでもう一回条文に戻りますと、人の心身喪失に乗じてわいせつな行為をすると準強制わいせつになるので、寝てる人や泥酔して倒れている人を触れば準強制わいせつになりますし、そして心身を喪失させてわいせつな行為をしても準強制わいせつになるので、加害者が自分で被害者に薬を持ったりお酒をたくさん飲ませたりしてそういうことをしましたという場合も同じ犯罪になります。続いて公共不能ですが、公共っていうのはまあ抵抗や反抗という意味だと思ってください。ですから公共不能っていうのは抵抗や反抗ができない状態という意味です。まあ、今説明した心身喪失もある意味公共不能の状態ではあるんですが、それ以外の場合を想定しています。この公共不能にもいくつか種類があります。一つ目が物理的な公共不能と言われているやつでして、典型例はまあ身動きの取れない満員電車の中で被害者の下着の中に手を入れましたみたいな事案ですね。こういう痴漢をすると完全に人の公共不能に乗じてわいせつな行為をしたということで準強制わいせつになります。この物理的な公共不能とは別に、心理的な公共不能についても裁判例では割合緩やかに犯罪の成立が認められています。例えば病院で男性のお医者さんが女性の患者に、今から陰部の中の状態を見るので内視鏡を入れますと嘘をついて自分の手を入れたのであれば、それは準強制わいせつになるでしょうし、男性器を入れたのであれば準強制性交になると思われます。お医者さんから検査のために内視鏡を入れますと言われた時点で、普通の女性であれば心理的には反抗ができない状態になるからです。さあ、そして暴行または脅迫を使わなくても犯罪になる場合というのはまだあるんですが、もう時間がなくなったので次回に回します。この話今回の1回で終わらせるつもりだったんですが終わりませんでした。すみません。また次回。さようなら。